さあそれではですね、8レースをやってみたいと思います。7レースは剣島、戸田の7レースは1号艇に A1 選手のシードレースね、平井選手だったんでやめました。そうしましたらインディケという形でいいレース選びできてると思います。ということで今回は8レース、 A2 級の石塚選手が陰線、1着率 70% ということなんですけれども、これ仮モーターの、はい、だからワンチャン狙っていきたいと思います。そしてただいまですね、6レース終了時点で 59,460円勝っております。はい、余裕が出てると思うんですけど、最初の方で勝つともう金銭感覚なくなるパターンあるんで、これはもう絞っていきたいと思います。12レースがメインですからね。ということで4号艇の橋本選手が離れ遅れて並びが 1,2,3,6,5,4 になっておりましたが、まあ遅れないことも想定した上で買いました。1から逃げ 1,2,3,6,4,8、 そして穴目は2の頭差し目ですね、1の軸全通りという形で買っていきたいと思います。モーター的には鈴木選手がいいんですが、多分まくれないと見て、今日の水面だったら買いモーターが握れば内側の中堅モーターの品川選手の差しというところで、前半戦1着取ってるので行ってほしいということで行ってみたいと思います。さあ離れが4ね、内側入りました。これは多分後ろに振ると思うんですけど、あでも長野選手が多分後ろに振ってんな、長野選手の後ろに行く気だな。4スロー4、多分スタート切れないでしょ。すごいとこからすごいとこから後ろ指導したな。まあスタート切れないでしょ多分。まあこうなってくるとあんまり深くないし、うん、鈴木選手がちょっと遅れたら怖いですけどね。ただ差しだったら多分届かないからチャンス。揃ったな、揃った臭い、揃った臭いぞ。いいよ、お、これ荷差しもあるよ。握れ、2、握れ、3、5来い。135はでかいけど、1000、12か、123、いいよ、これ6が飛んだら結構つきますから、結構つく、結構というか、ある程度つく。132か、よし、132、132じゃない方がいいんだけどな。これも長野選手に頑張ってもらう。空振りか、まあ、ちょっと寄れなかったけど、ギリがみんないぐらいか。長野選手いいか、まあ、ちょっと本線寄りだけど、長野選手がちょっと飛んだことでちょっとオッズは美味しくなる可能性が高い。刺しだったな。違うから4倍違う。ガミル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 、やめろ。まあちょっと寄れることを期待したんですけど、まあ、モタガーさんの方が鈴木選手の方がいいっていうこともありますので、ね、これはしょうがないな。あちょっとワンチャンない日差し2、お、来た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 、セーフ。あー、ちょっと不思議だった。どっちだどっちだどっちだ、見の方がいい、どん、いい、3、絶対3、まあ、絶対3でしょうね。まあ一応当たりましたけど、微妙に勝ったぐらいです。まあ仕方ない。で、こっからもう大詰めです。次はもう選抜戦の10レースからやります。もう9はやりません。東大よく選抜戦荒れるんですよ。だからそれを込みで今回船券に反映させていきたいなと思っております。いきたいと思います。荒井本さん、ちょっと勝ったか。はい、ということでちょっとね、広すぎましたね。はい、荒井本したいと思います。
ここは5500円投資してるんで、または投票券を入れるか支払いお金を貸しています。まあ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 、いいですよいいですよ、ありがとうございます。もう今日はもう寛容ですからね、心が余裕があるというのはこういうことでしょうか。はい、期待と思います。さあ、それでは終盤戦やっていきたいと思います。あと3レースもうこれやっていきたいと思います。10レース、さあ選抜戦です。僕の中でちょっとあるあるがありまして、優勝戦の戸田、これね選抜戦荒れるんです。これあるんですよね。まあちょっと僕なりに考えたんですけども、これなんで荒れるかっていうのが賞金、そこだと思います。何言ってんだって思われそうなんですけども、選抜戦は1着取ると22万もらえるんですよ。ただ6着だと5万5千円、これ4倍差があるんですよね。今回の大会は1着取ると8万6千円で、4着6着までが0円なんですよね。選抜戦っていうのはもうかなり賞金が高ければ、もし僕が選手なら選抜戦乗るんだったらワンチャンゴリゴリ行くと勝手に思って。臨戦の大塚選手、懲罰モーターなんですけども 30% なんですよね。年間だと 50% 前後、ここ半年はちょっと低い。これ原因は握るんですよね。なのでそこで展開が向く可能性があると見て買ってきました。一応逃げからも、ただ2着は一手です。永田選手、モーター上位差し傾向の選手というところもありますので、そこで買っていきたいと思います。そして本戦は2差しです。大塚選手が握る選手となると河野選手の差し切り全然あると。あとは2426、これに関しては差しが2本入っちゃうパターンです。そして穴目が永田選手モーター出てる上、まっくり差しで勝つことが多いというのもあるので、絞っていったら大塚選手を飲み込めるとは思わないということもありますので、4雑誌買ってきました。合計ですね8000円使っております。選抜戦荒れる説、そこも踏まえて広めに買いました。まあ資金もあるんでちょっと勝負していきたいと思います。はい、行くぞ。宮下選手は結構3コースにいるとうちが勝ちやすいっていうのが結構あるみたいで、そのちょっと、まあ、うち怖いんですけどね。まあでも永田選手は前半戦で勝ってくれた感じでもありますので、ただまくり差しっていうところがいいかなと思っておりますけれども、スタートについぞ。ちょっと向かい難しい、蹴られた。はい、終わり。1マークで蹴って展開なかった。まあ、しょうがない。これはその後はただこれ結構いいオッズだな。スタンドが結構つくのか、絶望的だ。サシは探してたけど、サンがちょっとターン遅かったな。あれだとちょっとサシはない。8000円が焼かれた。やばい。あと2レース、もう締めに入ってるこの感じ。さあこれでちょっと痛いな。いや、次の11レースでなんとかしたい。サムスタート切って4がちょっとターンが遅くて弾かれたという感じ。3差しだったかな、なんかそんな風に見えたけど、もう1マークからだと全然見えない。18倍、選抜戦あるあるがちょっとくじけそうなんですけど、まあ、11レースの方がよくあるよっていうところで、はい、感じておりますけれども、許してくれるでしょうか。合戦は痛いな。ちょっと金銭感覚がバカになってますね。合戦あったら今日はアパホテル泊まれたんだ。いやまだ分かんない。次のレースがね、臨戦に続く選手なんで、ノルソルでやっていきたいと思います。まあ、インも買いつつ展開どうだろうというところをね、ちょっと冷静に見極めてやっていこうと思います。
何も食べてないんで頭が停止しそうです。はい、ということで最後焼かれそうな気がするということで行きましょう。さあということで最後2レースやっていきたいと思います。先発戦です。ということで陰線の鈴木選手なんですけども、1着率53%。さあこれ特徴が一つ、ほぼほぼまくりで負けるというところなんですよね。特徴の一つだと思います。で前付けした時の1コースと1号定時そんな変わんないです。で結構握って抵抗していくっていうのが僕の中ではあるので、そこで勝っていきました。ただここモッター的にスタート揃えば鈴木選手上位なんで、1の逃げはあると見て1の24で勝っていきたいと思います。そしてですね、ここは木村選手の4コース戦 20% の1着率、ほぼほぼまくりで勝ってるというところで、速攻は楽しみな一戦となっております。合計が6600円でいきたいと思います。まだ浮きが4万円ぐらいありますので、最後のね12レースゴリ絞りするか、まだ初日でもあるということを考えながらやるか、ちょっと見極めてやっていきたいと思いますので、増資したい強欲ですということでいきましょう。はい、さあ 50% の鈴木選手の陰線、まあ、負けるところで、ね、よく見てますからね。はい、東海地区編ではねお世話になりましたしね、はい、まあ読みやすいので、さあまくりで決まってくれるなら4かなと。原田選手はなんかまくり差しが多いというところなんで、まあちょっと謎ですね。まあ4頭なら満州です。もう全満です。これ行ったんじゃん、これ絞んない。お、こう絞って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 、よし、これ差しあるんだ。あー、2差し4まで来てくれ。これ4、2差しはやめろ、2差しはマジでやめて。入ってないよね。あー、しょけ、飛ばせ、ちょっと馬に当たる。微妙、あー内側行った方がいいね。これは鈴木選手こらえたけど、これ3人抜かされんじゃん、これもしかしたら。内行った方がいい、内ワンちゃん、あー34は結構ついてる、マジか。ワンちゃん内側狙ってんね。あ、これは面白いかも。いや厳しいか、ちょっとこれはもうですね。いや結構ついてる、34、32倍っすよ今のところ。これは美味しいな。ちょっとこの風握った方がいいのかな。1マークざわついて、結構1マークざわついてるんで、外前した方が勝てるのかっていうような感じに見えちゃいますよね。次のレースに参考にはしたいけど、やばい2連敗、あーくそ残念、だいぶ残念。はい、結構ついた、これはでかい、流れがおかしい、ちょっと調子乗ってる。最後にいつも投資して結局勝ち額が少ないという体になりそうな感じもあるんで、ちょっと冷静にいきたいと思います。1日目ですからね、はい、ということで、いや全場回らないと意味ないんだ。よし、 OK、 いきたいと思います。はい、さあラストやっていきたいと思います。12レース、さあ白井選手の陰線です。もうガッチガチのゴッチゴチなんですよね、オッズ的にも。白井選手ただいまですね、前節の若松から15連勝中、16連勝がかかるパーフェクト V ということです。まあここ濃厚かなと思うんですが、2号艇の花選手ね、 A2 選手です。多分知ってる人多いと思うんですけども、2013年にあの指大怪我して、それまではずっと A1 キープで、それ以降ですね治った後は A2 という形でなってるんですが、まあ、かなり上位モーターですし、さばきもうまいということもあります。ただ怖いのは片岡選手、 26% の3コースからの1着率、これも偏りありました、まくり差しです。だからその展開で勝っていこうと思います。もちろん1から買うんですが、134もうこれ濃厚かなと思うので、これ7000円で2を外しております。3着でこれ片岡選手がまくり差しいったら、まあ多分引き波乗っちゃうのかなと。かなり1マーク荒れてて外前した方がいいかなっていう感じもあります。クラシックの時に馬場選手の外前
い、あの時の風の向きに似ているというのもあるんで、そこを買ってきました。そして3と4の3着付けの4525という形でちょっと変則買いをしてみました。そしてゴリ大穴、まあここでしかないかなという目です。まあ腕的に134が、まあ、記念戦線を走ってる選手というところもありますので、まくり差しが入っちゃうパターンは白井選手次第、2万と800円で勝負していきたいと思います。さあこれでもですね、まあ2万円最後勝負できるというのは前半で勝てた、だからこんな派手な買い方してるんですけども、明日からまた金銭感覚を戻したいと思います。こういう感じだと明日から頭を切り替えないと、もう1万円以上かけないとアドレナリンが出ないという状況になりがちなんで、明日はリセットしてやっていきたいと思います。というかここを当てればまあこの旅楽しくなると思いますので、行ってみましょう。今日平日なのに結構来てますね、はい、めっちゃ来てます、まあ、優勝戦ですしね、今日は月曜日なんで、いやーマジでとりあえず逃げて、もう1からゴリ揺れ、あとはもう激満です。まあ一応4-1、そうですね、まあ片岡選手とのボックスですね。まあでもまくり出し入らなかった場合が面白いという感じです。カナダ選手も、まあ、かなりモーター出てるんで結構握るっぽい感じだから、いつもこう言いながら3着外してるんだよな、クラシックの時も外したからな、怖え、1個外して突き足しな。さあ丸岡選手が怖いけど多分飲み込めないと思う。遅れてないか、これ浮き足しなかったらやばいぞ。あーっていうか片岡選手が遅れてる、絞られる、ぬぬ、あ、やられた。終わり悲しみ悲しみ、2号になってくれたら嬉しいですけど無理だこれ、もうそれま引かないでおこう。前されたもうこれ無理っすね、あそこの状態無理だ、くー全然展開がない、あーいやー片岡選手遅れたな、あれはちょっといただけねえな、 S が遅れるのはちょっと悲しい。ジオン3で勝っておりますので、これはもうだと思うんでね、あれなんですけどね、スタートを遅れられるとという、先前されたらちょっとな、全然ちゃうわ全然ちゃうわ、引くわ引くわ、142 11倍近辺ですね、悲しい悲しいです。おめでとうございます。かっけえ、はい、かっこよし、まあ、満足です。はい、これだけ勝てば移動しますか。はい、さあということで帰りましょう。今日はですね、結果がゴリプラスです。もう最後当てたかったな、2枚も使っちゃったからな、25,040円プラスということで、ここを勝ったのはかなりでかい。なぜかというと25,000円プラスできたってことは、本庄船券自体は全部できると思っているので、5畳目でもお金があるということもありますので、まあちょっと様子見で
まだもうこの戸田でいつもと違う敷居を使ってしまったので、ちょっと最後当たんなかったのは逆に良かったかもしれないですね。頭冷やされたというか、もうあそこで当たってたらもう今日リッツカールトンもう予約しましたよ。足りないと思いますけど、ここで調子乗るのが、僕です。やべえ、ウィーミンパークすげえざわざわします。買いて、買いたいぞ。はい、ということで戸田公園に帰ってきました。いやちょっと何も食べてないんで力がないです。さあ今ですね、16時31分になっております。さあ今から宿泊所を探したいと思ったんですけど、もう予約しました。お金があるんで。すげえ嫌なやつ。明日ですね、江戸川競艇行きたいと思います。ただ今日ですね、あの強風で途中で中止になったんですよ。明日もちょっと心配ではあるんですが、日程的に江戸川競艇が一番ベストだと思うんで行きたいと思います。さあ宿泊予約取りまして、水道橋にしました。3000円ほどで泊まれるところがあります。まあ、ちょっと金銭感覚を戻して行きたいと思いますので、ご飯食べたい、なんかあんのかな戸田公園ということで、まあ、ちょっとご飯を食べて力をつけて行きたいと思います。はい、いいところに行きました。近くに食堂がありました。定食屋、まあ、今回食品を考えていかないとというところですね。てか肉、もう中学生の考えですよ。買ったら肉ということで力をつけたいと思います。はい、うまそう。いやー、もうパワー出た、最強です。定食屋さんとかね、やっぱ前回のね東海編ではなかったですからね。あ、もうちょっと暗くなっちゃいましたね。いやー、関東地区のいいところはご飯屋さんがたくさんある、交通機関がほぼ1時ぐらいまで動いているというところですかね。あと宿泊施設もね多いですから言えてない。さあ今からですね、水道橋まで移動して行きたいと思います。いや、なんか前回真夏だったんでね、もう結構疲れてたんですけど、余裕があるんでちょっと楽しみだなということで移動しましょう。はい、ただいま6時です。6時に予約してるんですけど、ちょっと遅れちゃいました。電話してるんで大丈夫なんですけども、さあここ水道橋ですというよりもね、ちょっとさっきショックなことがありまして、わざわざ戸田公園から乗り換えて水道橋来たんですけども、高島平から一直線だったっていう、マジでショックでした。マジ100円損したというよりもめっちゃ近かっただろうな。さあ水道橋久しぶりに行きましたね。あの東京ドームがあるんですよね、東京ドームって。まああとは靖国神社も近いし、実は東京住んでたんですよね。まあ、こっちの方はねあんま来ないんですけどね。というよりも宿泊施設がわからない。おお、綺麗ですね。野郎一人で来てもしょうがないからな。全く夢も色気もないですよ。あれ、これ合ってんのかな。いや、ここに泊まりたかったな。あの2万円があったら低階層ぐらいは泊まれたかな。いや、あとね、明日のね戸川はまあ楽しみなんですけど、それよりも楽しみなのはネット投票船券がめっちゃ楽しみなんですよね。実は福岡で西島選手が出るという、こんな奇跡的なことはありませんよ。何周もらいたい。あ、この辺だと思うんですけどね。ありました、ファーストキャビン。おお、着いた着いた。多分ここですね。綺麗、いいんじゃないですか。ちょっとね、入ってみたいと思います。食べれないんですけども、予約が僕ちょっと間違っておりまして、なぜか知らないですけど1月に予約してたっていうのでちょっと笑われちゃいました。笑、びっくりしました。はい、
これかなり良さそうですよね。またちょっとレビューしたいと思います。っていうか、船券の動画ですよね、これって。まあ、見たいと思います。はい、おはようございます。はい、ということで、おはようございます。僕は行き切ってるぞ。え、ちょっと待って、なんて言った今。はい、ということで、来ました。江戸川。これ、着くぞ。どういうこと？マジかよ、ここ。